進学に伴いウサギのいる喫茶店ラビットハウスに下宿することになった女子高生ココアやラビットハウスの一人娘チナたちの日常が描かれる。2014年4月に TV アニメ第1期ご注文はウサギですかが、2015年10月には第2期ご注文はウサギですかが放送された。さらに新作スペシャルエピソードとなるアニメ映画ご注文はウサギですかリアマイシスターが2017年11月に公開され、2019年には新作 OVA ご注文はウサギですかシング 4U が発売されている。制作が決定していた TV アニメご注文はウサギですか第3期のタイトルがご注文はウサギですかブルームに決定し、2020年10月より放送開始されることが発表されており、第3期では監督を橋本裕之さんが、シリーズ構成を古谷塚津幸さんが引き続き務め、アニメーション制作はアイカツやイクソヒムゼッショシンフォビアなどを手掛けたエンガレッジフィルムズが新たに担当する。あるあるあーから心がぴょんぴょんしてきた。TV アニメ第3期ご注文はウサギですかブルーム10月放送決定キービジュアル公開。今回2020年10月より放送が開始される TV アニメ第3期ご注文はウサギですかブルームのティザー PV が公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。ティザー PV 商品情報ご注文はウサギですかセレクションオブエプリルフールズデイ魔法少女チムタイムズ怪盗ラパンの歌うデュエットソングや新曲も満載。その他当時の公式 HP でしか聴けなかった幻の BGM も収録したポチンサファン必聴のアルバムです。収録曲01幻のルビーラビット事件か魔法少女チムタイムズ怪盗ラパン水瀬祈り内田心霊。続報は今後公式 HP や公式 Twitter にて公表。 TV アニメ概要第3期ご注文はウサギですかブルーム放送情報2020年10月放送開始。スタッフ原作恋監督橋本裕之シリーズ構成筆谷塚津幸キャラクターデザイン奥田洋介アニメーション制作エンガレッジフィルムズキャストココア桜彩音千乃水瀬祈りリゼ種田梨沙千夜、佐藤さとみシャロ、内田心霊マヤ、徳井青空音。学校にもラビットハウスにも楽しいことが今日もいっぱい。ココア、チノ、そしてみんなの未来へのワクワクが止まりません。ヘリップ。シーコイ放文社ご注文は、ブルーム制作委員会ですかご注文はウサギですかは、コイさんが漫画タイムキララマックス、放文社にて連載している4コマ漫画。進学に伴い、ウサギのいる喫茶店、ラビットハウスに下宿することになった女子高生ココアや、ラビットハウスの一人娘チナたちの日常が描かれる。2014年4月に TV アニメ第1期ご注文はウサギですかが、2015年10月には第2期ご注文はウサギですかが放送された。さらに新作スペシャルエピソードとなるアニメ映画ご注文はウサギですかリアマイシスターが2017年11月に公開され、2019年には新作 OVA ご注文はウサギですかシング 4U が発売されている。制作が決定していた TV アニメご注文はウサギですか
第3期のタイトルが、ご注文はウサギですか？ブルームに決定し、2020年10月より放送開始されることが発表されており、第3期では、監督を橋本裕之さんが、シリーズ構成を古谷司行さんが引き続き務め、アニメーション制作は、アイカツや、イクソヒムゼッショシンフォギアなどを手掛けた、エンガレッジフィルムズが新たに担当する。あるある、あーから心がぴょんぴょんしてきたら、TV アニメ第3期、ご注文はウサギですか？ブルーム10月放送決定キービジュアル公開。今回、2020年10月より放送が開始される TV アニメ第3期、ご注文はウサギですか？ブルームのティザー PV が公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。ティザー PV 商品情報、ご注文はウサギですか？セレクションオブエプリルフールズデイ、魔法少女チムタイムズ、怪盗ラパンが歌うデュエットソングや新曲も満載。その他、当時の公式 HP でしか聴けなかった幻の BGM も収録したゴチンサファン必聴のアルバムです。収録曲01、幻のルビーラビット事件か、魔法少女チムタイムズ、怪盗ラパン、水星のり、内田心霊。続報は今後、公式 HP や公式 Twitter にて公表。TV アニメ概要、第3期、ご注文はウサギですか？ブルーム。放送情報、2020年10月放送開始。スタッフ、原作、恋監督、橋本裕之シリーズ構成、筆安和之キャラクターデザイン、奥田洋介アニメーション制作、エンガレッジフィルムズ、キャスト、ココア、桜彩音千乃、水瀬祈りぜ、種田梨沙千也、佐藤さとみシャロ、内田心霊マヤ、徳井青空目。学校にも、ラビットハウスにも、楽しいことが今日もいっぱい。ココア、チノ、そしてみんなの未来へのワクワクが止まりません。ヘリップ、ヘリップ。シーコイ法文社、ご注文は、ブルーム制作委員会ですか？